RI プレゼンツ海の民、山の民、第2章神話との遭遇。前回のあらすじ、青年は彼女に会いたい一心で川登りを観光したが、中流まで来た時に和人の男たちに石を投げつけられ、石が頭に直撃した青年は倒れ川に流されてしまった。青年が倒れて川も流れていった時に、ワニが流れていくみたいだぞと和人の男が言った言葉には耳を疑った。どういう神経してるんだと思ったけど、少し離れた場所から青年を見ていた私たちは、青年が倒れて流されていった瞬間、全員がその方向に走っていた。でも川岸は石がゴロゴロしていて、流れていく青年にはなかなか追いつけなかった。急いで助けなくちゃ。私たちが青年を追いかけていると、その前方に人影が横から飛び出してきたのが見えた。かなり大柄な人だ。その人影は大股で川岸を横切ると、そのまま川に飛び込み、あっという間に青年を抱き上げた。よく見ると大柄な人は男性で、青年を抱えて川岸に向かっていた。そしてその人が川岸まで戻ってきた時に、やっと私たちは少し遅れてその場所に到着した。男性は青年を下に下ろすと、上半身を起こしてその背中をドンドンと強く叩いた。すると青年がゴホッと咳き込むと同時に水を吐き出したので、その人は青年を横向きに寝かせ、青年に向かって何かをつぶやいた。そしてその後その人はさらに小さな声で、やそのやつらやりすぎなんだよと日本語でつぶやいた。そのつぶやきを聞いて私が、え、日本語と言って驚くと、トカプチプの体がビクッとしたのが分かった。また驚かせちゃった。私が小さな声で、ごめんなさい、と言うと、トカプチプはコクッコクッと小さくうなずいてくれた。その後、エラムチュイという声が小さく響いてきたけど、それはちょっと意味がわからなかった。男性は青年の様子を少し見た後、すっと立ち上がり、川上にいる和人たちを見つめた。その時にその人の容姿を見ることができた。服装は私たちと同じだけど、身長が高くて筋肉質。仲間の男性と比べても30センチメートルは身長が高くて、その屈強ぶりから威圧感すら感じる。顔はひげもじゃだけど、その奥の目は切れ長で澄んだ瞳をしている。ひげ剃ったらイケメンじゃないかな。好みのタイプではないけど、頼りがいがありそうだな、などと考えてたら、その人は一言何かを言うとその場から立ち去っていった。あの人は何者だろう。私は聞き逃さなかったぞ。
日本語とアイヌ語を話せるなんてただものじゃない。みんなの雰囲気からすると顔見知りではなさそうだし、かといってあの和人の仲間でもないように感じる。私がいろいろ妄想しているうちに青年は少し回復してきたようで、みんなと少し会話ができるようになった。でも頭から少し血が流れていて、クラクラするのか自分で立ち上がることはできなかったので、仲間の男性が青年をおぶって帰ることになった。集落までは男性陣が交代で青年をおぶって移動していた。その間、さっき聞こえた？響いた？トカプチプの声が気になりだした。私にわかるのはトカプチプの感情と彼女が声に出して話した言葉だけど、さっきのは声に出して話したのとは違う響きだった。これはもしかして、もしかすると以心伝心とはちょっと違うか。彼女が進化してる、それはあるかも。今まで私がここに来た理由について少しだけ考えたことはあるけど、今回の現象はそのヒントになるかもしれない。他にも気になることがあるし、集落に帰ったらトカプチプに話してみよう。あの大木の前で。本日のストーリーはここまで。続きは明日更新します。よければぜひチャンネル登録お願いします。それではごきげんよう。